どうも、弱小セドラです。セドラーです。というわけで、今日も、えー、セドラーがリサーチするだけの動画、セドリサ、撮っていこうと思います。はい。今回で11話目ということで、えー、結構ね、意外と続いてますね、このシリーズね。はい。えー、まあ、ただただリサーチしてるだけなんでね、はい。あの、特にね、あの、 何もいらないんでね。撮影のためとか。はい。なんでね、ちょっとね、あの、今日もやっていこうと思います。はい。えー、まあ今日も、えー、Amazon ランキングからのリサーチしていきましょうか。はい。えーと、じゃあ今日は、おもちゃ見ていきましょうか。おもちゃ。おもちゃ。おも、これかなおもちゃ見ていきましょう。久々に見るか。Amazon ランキング。 えっと、あ、出ました。鬼滅玉ごっち。くー皆さんこれ仕掛けましたこの鬼滅の玉ごっち。これ Amazon 限定で売っちゃダメなやつですけど、この、鬼滅玉ごっち、根ずこっちカラーとか、炭治郎っちカラーとか。いやー、これね、えげつないくらいプレミアになってるんですよ、今。これ予約転売なんですけどね。はい、発売日は、えーまあ、10月31日ということで、まあ大体今から、 5ヶ月後とかに発売されるような商品で、これだいたい仕入れ値が2500円くらいじゃなかったかなはい。なんで、まあ今8000とかですよね。うん、8000ちょっとっていう感じなんで、まあ自己発で送っていくとして、いたい1個えっ、えーと、なんぼだえー、8000×0.9。 4000、まあ、円,円ちょっと取れるっていう,ような商品になってますはいでこれ1個4000円ちょっと取れるこっちも4000円ちょっと取れるっていう感じですね、はい、で出品者も少ないと34人で,でランキングは7位8位ということでバチクソ売れてるような商品ですね、はい、これ甘げに至ってはもうこれ2万4976円ですからねもうちょっと頭おかしい金額ですね これは1位ということで。まあ、アマゾン限定は、アマゾンでは売っちゃいけないんで、はい。まあ、売らないようにした方がいいかなって感じですけど、これもね、2000円ちょっととかで、アマゾンで仕入れできたんで、はい。まあね、え化け物商品ですよね。はい。えちなみに僕は、5個くらいしか仕掛けられなかったというね、不甲斐ない結果ですね。 いやーもうほんとね、これマジでね、やらかしたんですよ、この商品。この商品に関しては、これとネズコッチカラーに関しては、この二つですね。はい。もう合わせて大体5個くらいしか仕掛けられてないです、僕。はい。なんでかっていうちょっと言い訳をね、させてほしいんですけど、はい。あの、まず一つが、この、たまごっちをね、 僕、出品できなかったんですよ。この、鬼滅たまごっちを。アマゾンで出品しようと思ったら、出品できなかったんです。はい。で、その時点で、ちょっとね、頭の中にノイズが入って、はい。あのー、まあ、別にね、規制解除すればいいだけなんですよ。うん。規制解除する、まあ、手間がちょっとありますけど、まあ、すればいいだけなんですよね。はい。だけなんですけど、あ、これ、規制かかってんのか、っていうね、ノイズが入っちゃって。 めんどくさいなーっていう考えになっちゃったんですよ。はい。で、まあ、あの予約転売って基本的に、あの、まあ、プレミアになるかどうかの予測はある程度立つんですよ。まあ、立たないと、ね、予約転売できないんですけど、いくらになるかっていうね、ここの予測は立たないんですよ、基本的に。まあ、全く立たないわけではないですけど、まあ、明確にね、この値段になるみたいなことはね、わからないわけですよ。どこまで上がるかがわからないんで、はい。 で、正直まさかねあの、僕ここまで上がると思ってなかったんですよ。鬼滅の玉ごっち。ごめん、8000円じゃないですか。エヴァの玉ごっちの場合は僕50個くらい仕掛けられたんですよ、ネットで。はい。で、まあ、それがね、4000円くらいで僕打ったんで、大体1個、いくら ?4000 円じゃない ?4,980 円とかで打ったのか。なんで、まあ、1個2000円弱取れた。2,700円くらい取れたんですけど、はい。まあ、それくらいになるんかなと思ったんですよ。で、プラス、 たまごっちが出品できないという感じで。で、プラス、出先だったんですよね。はい。出先でこの商品が予約開始されて、あ結構暑そうだな、みたいな。かつ、あのー、遅かったんですよ、回線が、あのー。スマホのね、回線が遅くってね。もうそれでいろいろな状況があってね、仕掛けられなかったんですよね。まあ、言い訳ですけどね、全部ね。はい。 マジでね、この商品1個4000円か5000円くらい出る、利益出るっていう商品なんで、いや、全然、ね、僕の周りで50個とか60個仕掛けてる方全然いるんですよ、この商品。はい。もうそれだけでね、大体30万だけよね、この商品だけで。うん。めちゃくちゃ美味しい商品ですよね。はい。多分、あの、年間、あの化け物商品ベスト5には間違いなくこいつは乗ると思います。乗るというか、まあ、 あの刻むと思います、はい、歴史に名を刻むレベルのね化け物商品だと思いますよこの商品はいいやそれをね仕掛け損ねたというね事態になってしまってもうすごくねこの商品を見ただけでちょっとねあの頭がクラクラして動機が激しくなってねあのー、満員電車にね乗った直後にやってくる便宜みたいなそんな感じの気分ですよ今 あまり見たくないですね、この商品、はい。でもまだね、仕掛けられるみたいですよ。山田電機とかで。はい。今も行けるんかな僕見たところ、店舗だと山田電機が仕掛けられるって情報はありましたね。はい。なんでまあ、いや、でも今も行き、全国3000個限定って書いてたんで、はい。今も仕掛けられるかわからないですけど、一応仕掛けられるよという感じです。でも、あの問題として、入金が前払い、予約の場合は前払いっていうのがあるんですけど、1000円だけ。 預け,て預けるというか、1000円だけ先払う必要があるか、そういうのがあったりするんですけど、店舗で予約すると。で山田電機の場合は、えー、今回、このね、鬼滅のたまごっち、えー、予約するには、全額前金っていうことで、大、え、体、ー、いい2000円ちょっと全部収めないといけないんですよ、はい、先に。まあ、それでもね、利益1個4000円くらい利益出るんで、まあ、全然いいんですけど、はい、っていう感じなんで、 まあちょっとね、仕掛けられるかどうかはちょっと確認してもらって。うん。まあいけるなら行ってもいいかなって感じですね。ただ出品規制かかってる人多いんで、これ。はい。僕もかかってたんでね。出品規制の解除の仕方わからないっていう方は、まあやらない方がいいかなと思います。はい。まあ別にそんな大したことないですけどね、出品規制の解除なんでちょっとめんどくさいですけど。まあちょっと次行きましょうか。ちょっとあの動機が激しくなるんでね。はい。次。うーん。お ポケットモンスター、ガチッとゲットだぜ、モンスターボールがめちゃくちゃランキング上がりましたね。これ、アマゾン復活してましたよね、少しの間。うん。まあ、値段が、ーン下がってます。ここで確か再販されたんですよ、この辺りで。うん、で、アマゾンも今さっきちょっと、あのー、6030円で売ってたっていうような状況ですね。はい。だからランキングが一時的に上がったって感じですね。で、まあ価格も下がってきたことにより、やっぱりランキングも上がってきてますね、かなり。うん。 っていうようよな商品です、まあ、この商品ね、店舗で見かけるんで、しかも、あのー、これなんか定価7 6 8 9円ってなってるんですけど、山田電機とかだと大体税込みで5000円ちょっととかで売ってるんですよ。僕実際仕入れたんですよ、この前。山田電機で。はい。もうそれでもね、2000円くらい利益出るし、ポ,テンポイント加味したら2500円くらいで1個利益出るんで、山田電機だと。はい。めちゃくちゃ美味しい商品ですよね。もう速攻売れましたよ、これ。うん。なんでまあ、まあ、都会の店舗にまだあるかわかんないんですけど、僕一旦ちょっとね、 あの田舎の方に用事があったんで、その際ちょっと背取りしたんで、その時に、ね、これ見つけたんで、はい、まだ、あ、ま地方だと全然あるんかなっていうような感じですね、はい。あったら全然仕入れてもいいと思いますよ。出品者多いですけど、出品者多いですけど、ランキングがめちゃくちゃいい、プラス、大、え、体、ー、いい店舗だとね、4900円とか5000円ちょっととかで売ってるんで、うん、利益もかなり取れるっていう感じで。でこれだけランキングが良かったら、あれなんですよ。 あの、需要がかなり高いんで、供給これだけあったとしても、買っちゃうんですよ、需要の方が。だから、そんな値崩れしてないじゃないですか。まあ、ここまで、ここに比べたらしてますけど、この2万とかに比べたら。まあ、今でも全然利益が取れるくらいには上がってきているっていう感じなんで、はい。まあ、これくらいで多分もっと下がることはないんかなと思います。ポケットモンスター、これに関しては。はい。 っていうような感じですね、はい。あったら全然仕入れたらいいかなっていうような商品です。ちなみにネットはもうないんかなっていうような感じですね。もう電脳はできるとこはないかなって感じですね。で、これトイザラスのホームページで、えー、っと、これは出荷日5月31日ってなってるじゃないですか。あ、こうなってるんや。ちょっと今初めて見たんですけど。だからあ、出荷予定日5月31日ってことは、これから先ですね。5月末に出荷予定なんですね。はいはいはい。いや、これ、 あの電脳で、あのー、予約ができるんですけど、まあ、今はもう全部枯れちゃってるっていうような状況です。はい、で、この出荷控えで5月31日ってことでもう一回再販的な感じのことがあるかもしれないですね。再販なのか、再工場からか再出荷なのか分かんないですけど、はいまあ、5月末にもう一回店舗にガーッてなだれ出すかもしれないんで結構要チェックですね。はい、この辺は、うん。っていう情報が拾えるっていうのもあるし まあ,あ価格コむですね。あ、エディオンとかあるんかなあ、ないっすね。はいはいはい。もう枯れたって感じかな。うん。多分ネットはもうないんかなっていうような感じですね。はい。なんでまあ店舗で仕入れができるなら全然仕入れしていくっていうような感じですね。かつ5月末に、えー、もしかしたら再販する可能性があるっていう情報が今拾えたって感じですね。はい。次。 アクアビーズはまあいつも通りと。で、ブロックス。これ枯れたり、ね、上がったり、激しい商品ですよね、この商品。うん。まあ、全然ね、仕入れていい商品なんですけど、この商品は。上心だと2100円で確か売ってますね。これもうすごいですね、この乱効果。もう、すごいジェットコースターですね、完全に。うわー、なるほどね。そういう感じなんですね。 ただまあ全然仕入れていいと思いますよ。一時的に Amazon 復活してもすぐ枯れてるんで。はい、もうここで復活してもすぐ枯れてるんで。はいまあ、全然ね、仕入れてもらってもいい商品かなと思います。はい、そもそもこれ確かね、発売日2014年とかなんで、うん、多分廃盤、廃盤ではないんかな。でも廃盤気味だとは思うんですよ。ブロックスの新しいバージョンが確か出てたんで、はい。新しいのが出たら基本的に前作というか、その前の商品って廃盤になる傾向が高いんですよ。 まあ当たり前ですよね。そのために新しいやつ作ってるんで、はい。なんでまあ多分廃盤気味だと思うんで、まあ大規模な値崩れはないのかなっていうような感じですね。かつもうランキングもめちゃくちゃいいんでね。はい、まあ利益が取れる段階で仕入れができるんだったら、まあ全然仕入れてもいいかなっていうような商品ですね。ちなみにネットとかあるんかな、まだ。えー、っと。うーん。 2700円じゃ利益出ないですもんね定価より安いですけどちなみにあのー、これジャンコードで調べてるんですけどこれ4から始まってないんですけど4から始まるものが基本的にジャンコードですねこれ多分海外製品だからこんな表記になってるのかなちょっと分かんないですけどでこれで調べる結果とこの名前この名前で調べる結果って違うんですよ出てくる内容が違う店舗が違ったりするんですよ ジャンコードとかをね、あのホームページに載せてなかったりしたら、やっぱこのコードで売っても出てこないんで、はい。なんでしっかりどっちもで調べてあげるってのは結構重要だったりします。はい。まあ、プチ情報ですけど。うん。ヨドバシ電気。まあ、枯れてますね。肺がんなんかなうん。トイザラス。あ、トイザラス。まだ店舗にはちょっと北海道、滋賀県、沖縄県はあるみたいですね。店舗に。はい。 まあ高いですけど、まあ確か店舗とネットの価格違ったんで、はい、実際ね、電話かなんかで値段聞いてもいいかなと思います。まあ、そんな感じですね。次。うーん、ちょっと、ちょっとお腹痛くなってきたな。う <laughs> んちょっと腹痛がやってきましたね。うーん、ちょっと腹痛いな。うーん、何かないかな。 まあ全部ね、これね、あの、さーって見てるんですけど、商品知識ない人は全部横展開してください。例えばこれとか、多分、気になりませんこの、ジグソーパズルとか、うん。ちょっと明らかに異質なんで、この、他の商品に比べて。こんなものが一つだけポンって上がってくるって、ちょっとおかしいんで。だからまあ、これについて調べるとか、ぜひやってみてください。利益出るんかなで出そうですね。なんか参考価格で4,104円が今、5,700円で。 ちなみに、テンポは、あの、ネットにはあるんですかねよいしょ。あの、円か。まあ、やっぱネット枯れるのは早いですね。プレネ狙うんだったら、ほんと結構仕掛け時とかを見分けないと、電脳は、あの、そういう風にやらないと、難しいですね。あの、後仕掛けができないんでね。ネットはすぐ枯れるんで。これ違うな。はい。じゃあもう、これについて横展開するとかね。 ジグソーパズルで横展開したの全然見つかりそうですよね、利益商品。最近流行ってるらしいですし。うん。っていう感じでちょっとやってみてください。ちょっと、お腹痛いんで、ちょっとはしょります。はい。えー、っと、うん、お鬼滅の刃。エンスカイ500ピースジグソーパズル。ああ、鬼滅の軸グソーパズルがなんかランキング載ってますね。 うん、でも発売してる商品なんか。あ、ランキングがない。熱い。うん、こランキングがね、結構、こう、ない商品とか結構熱かったりするんで。はい。出品者が増えにくいんでね。あの、ラン、モノレート頼りの人多いんで。はい。でも、意外と熱かったりしますね。で、これについて横転か。あべ、お腹が痛いですね。<laughs> えーっと、 まあ、エンスカイで調べてみるのもありかな。エンスカイってそもそも何みたいな。たアニメグッズを売ってるようなショップですかね。メーカーかな。はい。商品情報でここでバーって見ていくのもあれですね。あ、デコステッカー2デコ付き画面。あ、あー、この商品売ってる店か。なるほど。この辺とかね、実はアマゾンで調べてみたらもしかしたらプレミアなってるかもしれないんで。なってるんかな。よいしょ。 なってないですけど、これ、ああこれチャンスかもしれないですね。これ、デコステッカーガム付きの20個入り、これ1ですね。で、これが2ですね。はい。1はもうプレミアになってます。鬼滅の刃のこれ。でも、販売開始はしてるな、ね。もう予約期間ではないということですね。はいはいはい。で、モノレットちょっと見ていきましょうか。これ結構熱いかもしれないですね。なんか見つかったぞ。発売日いつなんやろ 9月19、17。かなり前の商品ですね、これ。発売日ここと。あー、なるほど。発売したての頃はプレミアじゃなかったんですね、全然。で、ここ最近上がってきたんですかね。というかなんか、こういう時き、まあ、どう見たらいいかっていうと、ランキングの上がり方見るんですよ、ランキングの上がり方。不自然。まあ、この辺はあの全然商品がなかったからあれなんですけど、この辺とかずっと商品あるわけじゃないですか。 で、ここで一気に上がってるんですよね。ここで一気に。まあでも Amazon 復活してるからか。うーん。でも、ここ、それだけでここまで上がると考えられにくいんですよね。多分何かがあったと思うんですよね、ここで。うん。何かがで。それを調べて、まあなんか鬼滅関連ですごくイベントがあったとか言うんだったら、まあ結構熱いですよね。今後も多分重要自体は、まあ鬼滅の刃なんで重要自体は続いていくと思いますし、で、ここ最近の鬼滅の刃の動向はどうなのかとか、 まあ、例えば来、今年か。今年だったら映画やりますよね。で、まあ、映画の情報はいつ、公映されるのか、ちょっと忘れ、公映されるのか忘れましたけど、まあ、その、それがね、8月3日とか、この付近だったら、さらにこれ暑くなると思うんで、はい。っていうような感じで、まあ、見ていくっていうような感じですね。はい。まあ、そんな感じですかね。まあ、プラス、まあ、これ関連でまた横展開するのありだと思うんですね。これ、デコステッカーとかね。 デコステッカー自体どうなの的なうん。ですかね。はい。アンサンブルスターズとか。これプレミアースだね、多分ね。うん。じゃこれアンサンブルスターズでどうなのとか。<laughs> いくらでも横展開なんかできますよね。うん。っていうような感じです。はい。これで商品知識も、まあ、つけていくっていうような感じですね。次ちょっとお腹いいい。お腹いいいですね。はい。 えっと、次。ま、あそんなもんですかね。あ。上がってる。上がってるとか、ランキングがめっちゃ上がってますね。インテックスミニフレームプールですね。はい。こちらが結構ランキング上がってきてますね。だまあ、コロナ需要で、あの、やっぱ、あの、家でできるものっていうこと、ものがすごくね、需要が上がってるんですよね。なんかこの前で言ったら、あの、アンパンマン。アンパンマンの、 あの砂、アンパンマンの砂、砂遊び、砂パセットか、やつがもっそいプレミアですよね、これ、もっそい。もっそいプレミアなんですよ。うん、これ今、だって Amazon が九7977円。ちょっと落ちたか。まあ、それでも全然プレミアですけど、これ確か仕入れね3000円とかで仕入れができるんですよ。3278円ですね。がもうこんなにプレミアになってるんですよ、今。 めちゃくちゃ需要が上がってきてるっていうような状況ですね。はい、ちょうどね、あのー、まあ、これくらいですね、自粛が、自粛しますよみたいなのがアナウンスされたあたりかな、くらいからやっぱね、自宅にいないといけないっていうことでもう、このね、アンパンマンの砂場系がめちゃくちゃプレミアにだったんですよね、はい。で、これに横展開したら結構利益商品も見つかったんで、これの他に。こに。砂場関連、砂場で遊ぶって言ったら、まあ、スコップとかも必要じゃないですか。 じゃあアンパンパマンのスコップとかなんかおままごとの砂場でできるようなおままごとのなんかセットみたいなもう利益商品になってましたんではいっていうところが考えたらやっぱこのミニプールもう上がってくるのは必然かなっていうような感じですねはいうわこれもうすごいですねこれちょっと1ヶ月で見てみましょうかうんランキングまあこの辺はねまあやっぱ船内とかで感じなんですけどやっぱ最近ちょっと暑くなってきたじゃないですか だかそれの影響でこれ、一気にランキングがぐわ上がってきてますね、これ。うん。この辺だと4000位とかもあったんですけども、今とかね、34位とかなんで、で、アマゾンが枯れて、まあ、結構ちょっと上がってきたっていうな感じですね。はい。仕入れね、5000円。まあ定価5000円って感じですね。実際、ネットとか店舗とかだともうちょっと安いと思うんで、まあ、利益はさすがに出ないかなって感じですね。もう50%オフとかだとね、2500円で仕入れできるんで利益出るんですけど、今の価格だと多分利益ないかなって感じですね。はい。 でもこれ、今が出ないだけで、例えば、このアンパンマンの砂場セットの、ここかもしれないんで、ここ。ここですね。はい。もしかしたら今がここかもしれないんですよ。うん。で、ここでね、一気にもうね、出品者いなくなってガーンって枯れて上がってくるっていう、前触れかもしれないんで、はい、今ここかもしれないんでね。はい。なんで、あのー、こういう商品をね、こう上がってきたためこの辺とかでね、仕入れようと思ったら難しいんですよ。もう全然仕入れなんかできないんですよね。 店舗にも電脳にもないんでね、商品が。でも、ここだと全然仕入れもできるし、この辺くらいだとね、仕入れできるんですよ。はい。でどん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 在庫が枯れてきて、まあ、プレミアになっていくっていう感じなんで、はい。だから、こういうのはもうすかさず、あの、カートに入れるっていうボタンを押してもらって、もう毎日ね、これの価格をチェックですよね。はい。もういつね、あの、もうこうなってくるかわからないんでね、はい。毎日チェックですよね、ここら辺。ずっとチェックして、利益が取れるタイミングで。 一気に仕入れてとかっていうのをやっていくっていうような感じですね。はい。まだね、これで横展開もするべきですよ。インテックスってどんななのってまあ、確かスポーツ用品とかなんかなインテックスを見る。インテックス。インテックスのホームページ。まあ、メーカーか。じゃあホームページとかないんか。うん。なるほど、なるほど。 普通にね、これインテックスって売ったりとか。ああ、結構プレミア商品多いですね。なんか、これとかこれとか。これとか。うん。これもなんか Amazon 枯れてますね。枯れ、うん。在庫切れ。だ結構今年の夏、激圧状態になるかもしれないね。このインテックスっていうのは。このすでに今プレミアですもんね。ああ、最近上がってきた感じか。なるほどね。 結構ね、熱いかもしれないんで、この商品。インテックス関連。要チェックですね、かなり。196位ですもんね。定価とか書いてないんですけど、これ、電脳できひんのかな。これじゃねこれじゃねこれじゃね ?3275。3275。仕入れできますね、ここで。 しかも普通に取り寄せとかじゃなくて、全然普通に発送してくれると。あここ以外は全部プレミアか。なるほど。あ売り切れましたえなあ,あ、売り切れてますね。うん。次回入荷未定見てと。残念はい。<laughs> まあ他にもあるかもしれないんで、まだ上がったばっかりなんでね。ないんから まずプレミアか。まあ、店舗とかにはあると思いますよ。うん、トイザラスとかでね、売ってそうですよね。ねトイザラス今開いてないかな。忘れましたけど。はい。インテックスは要注意。と。はい。次まあ、そんな感じですかね。 やっぱおもちゃは結構見つかりますね。いろいろと。これもインテックスですね。ちっちゃいプール。うん。アマゾンが在庫切れと。要チェックですね。カートに入れましょう。っていうような感じですがね。ちょっとお腹が痛いんで、そろそろちょっとね、終わろうかなと思います。それでは。あ あのー、まあねセドリとかでなんかねあのー、分からないこと的なことが多分ね出てくると思うんですよ分からない的なことがはい、えー、そういう的なことはラインアウトの方にメッセージいただけたらなと思いますはいというわけでご視聴ありがとうございましたそれではさようなら